無課金最強潜水艦。はい、どうもこんにちは、ハロワです。ってことで今回もモダンウォッシップやっていきましょう。今回はですね、タイプ096を紹介したいと思います。はい、こちら個人的な感想にはなるんですけど、無課金で最強の潜水艦だと思っていて、耐久性が429,000で、速度が 16.4 ノットで、操縦性が 5.9 で、レーダーが10で、ソナーが 2.8 で、酸素容量が182になっています。で、武装はミサイルが2プラス2枠で、魚雷が1プラス1プラス1枠で、合計3枠分魚雷があります。ということで今回はミサイルは YJ18B で統一して、魚雷はスピアフィッシュで統一してやっていこうかなと思います。ってことで早速レッツゴー。さてと、まず一戦目、緑の初頭でやっていきましょう。で、 CN タイプ096はですね、酸素容量が182と、潜水艦の中ではちょっと酸素容量が少ないんですけど、ミサイルがね、合計で4枠分あって、魚雷も3枠分あるので、ミサイルでも火力が出せるし、魚雷でもある程度火力が出せるっていうのがいいですね。あと単純にミサイルと魚雷がね、ちょうどいい量あるのでね、初心者でも扱いやすい潜水艦にもなりますね。ただ酸素容量が少ないので、そこだけ気をつけてもらえればいいのかなって思います。さて、早速目の前に足柄がいるので、足柄に対してミサイルと魚雷を撃って潜水していきましょう。で、まあこんな感じでミサイル飛んでくるので、チャフを焚いてミサイルを回避します。で、デコイも飛んでくると思うので、いい感じのタイミングでデコイを使って回避しましょう。相手対戦ミサイル持ってるな。まずとりあえず足柄先に沈めますか。で、ちょうどチャフ焚いたのでミサイルを投入して、これでまあ攻撃していくっていう感じですね。ほいほいほい、いいねいいねいいね。で、このままの調子で潰してほしいな。うん、魚雷の火力なんか相手高いな。なんか急激に体力が削られるんだけど、89式でも乗っけてんのかな。魚雷が痛いですね、相手の。まあそれでも合理押しで、潰していきます。オッケー。で、次バリアークに対して攻撃していきましょう。バリアークはグレランが3枠なので、グレランでしか攻撃できないので、魚雷は飛んでこないんですけど、グレラン3枠分あるので、ちょっとグレランが痛いですね。これどうしようかな。ちょっと一回引きましょうか。うん、このまま戦ってると多分死ぬと思うので、ちょっと一回引きましょう。で、これで味方がやってくれるね。オッケー。じゃあ今度そっちにいるマサチューセッツに対して攻撃していきましょうか。この向きだと魚雷島で消えるよね、ですよね。じゃあこれちょっと方向転換しようかな。いや、このまま空母やりに行ってもいいので、とりあえず空母やりに行きましょうか。体力がある程度回復できたら、ちょっと酸素回復したいですね。で、なんかわからないけど後ろに F127 いた。全然気づかなかった。とりあえずさっき F127 やろうかと思ったんだけど、マサチューセッツもこっちに来てるやばい、これはやばいよ。相手空母まだ残ってるし、味方自分しかいないから、これやばいよ。とりあえず F127 先にしばきましょうか。ほいほいほい、ってことで攻撃していきます。で、しばけたら今度マサチューセッツ攻撃したいんだけど、隠れるな。じゃあそこにいるマサチューセッツに対して攻撃していきますか。ほい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 、できるだけ敵はね、減らせるうちにね、減らしておきたいので、先にマサチューセッツに対して攻撃して沈めましょう。さて、マサチューセッツさん、グレラン2枠だけで大丈夫ですか。グレランも一応あるけど、対戦できないですよね。分かってますよ、そんなことってことで攻撃していきます。ほい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 。で、まあこんな感じで攻撃すると、結構ダメージも稼げて、相手も倒せるっていう感じですね。オッケー。で、今度 F127 が来たので、F127 に対して攻撃していきます。体力ちょっと回復しているのが嫌だな。せっかくもうすぐやれるところまで回復したのに。まあとりあえず F127 に対してもミサイルと魚雷を撃って攻撃していきましょうか。これ酸素なくなって空母にやられて終わりだな。もう先の未来が見えちゃってる。F127 はやれるかやれないかの境界線ぐらいのところですかね。まあとりあえず攻撃していって、
オッケーオッケー、倒せ、あとちょっとか。でこのミサイルで倒せると嬉しいな。どう、倒せます？でまあとりあえず倒せないっていう感じで、まああれ一応死んだんですけど、あの160万ダメージぐらい出せて、結構火力も出る潜水艦になっています。ってことでもう一試合やっていきましょう。さてと2試合目やっていきましょう。2試合目は未踏の岩ですね。でミサイルをあの核ミサイルガン積みにしてきました。で魚雷はね、あの弾幕魚雷をね、あの作りたかったので、あの12式ガン積みでやっていきたいと思います。ミサイルでは火力、魚雷では数でご利用していきたいと思います。でまずそこの、敵をやっていきましょう。なんか最近魔改造多いな。いいのか、核ミサイルで吹き飛ぶぞ体力が吹き飛んだでこれでやれるかな。でやれますね。 OK、 体力吹き飛んでったよ相手で今度目の前にあの連敗がいるので、連敗に対して攻撃していきましょう。でここら辺でちょっと止まって、こいつやったらちょっともう一人あの左に敵がいるので、左の敵に対してもあの攻撃していきたいですね。でまああれ、魚雷は弾幕で、ミサイルは火力でご利用していきたいと思います。ほい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 、ってことで、魚雷6個があなたを襲いますでこれで核ミサイルズドン、いいねミサイルの火力がね、あの本当に高くて助かりますね。これでもしね、あのミサイルが YJ18B とかだとね、火力がちょっと物足りなくなってしまうので、あんまり火力が出ないんですけど、核ミサイルのおかげでそれがね、あのある程度改善されているのでいいですね。で今ちょうどチャフ炊いたね。じゃあ核ミサイル投入していこうか。おい、でこれ当たるかな、防空で撃されそう。おー、2発当たったね、いいね。で魚雷の弾幕でダメージを稼いでいく。でまあこの調子でちょっとバリアークやっていきましょうか。でもう一回核ミサイル撃って、さーてこれチャフ抱かれるかな、どうかな、当たるかな、どっちかな、当たっていく。でこれで倒していく、いいね。でラストそこに連敗がいるので、連敗に対して核ミサイルを撃って、これチャフ抱かれましたね。じゃあもう片方の核ミサイル撃とうかなっていう感じで、こんな感じで戦っていくと、あの敵がドッタバッタ倒れていって、最終的に勝つことができます。いいね、当たってるね。で魚雷でもダメージ与えてフィニッシュと。はい、ありがとうございます。ってことで2試合目もね、あのこんな感じであの活躍できるので、ぜひ、タイプ096使ってみてください。ってことで GG。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いやーね、タイプ096はね、あのドルのね、あの潜水艦なのにね、めちゃくちゃね、あの強くてね、初心者とかあの中級者とか、あと無課金であのモダンをやっている方にあのおすすめできる潜水艦なのかなって思います。いい点としては、あのミサイルの火力もあのあって、魚雷の火力もあるっていう感じですね。で潜水艦だと、あのミサイル、あのガン積み系のオハイオとか、あと魚雷特化系のあのベルゴロドとかいろいろあるんですけど、その中間地点に当たるのがこの CN タイプ096で、ミサイルもあれ魚雷もあの両方ともあるので、結構あの初心者でもあの使いやすい潜水艦なので、ぜひ、買ってみてください。ってことで今回の動画終わります。よかったらね、あのチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ってことで今回の動画終わります。バイバイ。